アングラ通信。今日のアングラ通信は新田真剣佑の飛行について、2022年公開映画鋼の錬金術師にてスカーを演じている新田真剣佑。そんな新田は過去にワンオクのタカから紹介されていた女性と交際していました。しかし交際に至ったことを知らなかったタカがその女性を遊びに誘ったところ、真剣佑が激怒。タカちゃんったら天然なんだから。これに対し真剣佑はタカをしたい、あいつが歌手できないように喉をしたい、僕の代わりにそういうことをしてくれる人たちがいる、といった物騒な発言をしていたそうです。真剣佑闇が深い。真剣佑にはステマ疑惑、脱税、不倫、反社会的勢力との交際などの噂が立っており、過去には無理やり性行為をさせられたという女性が3人もいます。1件目は N ラウンジ六本木のバーにて、女性は真剣佑に無理やりトイレに押し込められ、そのまま無理やり行為をさせられました。2件目はかつて俳優の佐藤健とラッドウィンプスの桑原明が共同経営しているシュクレという芸能人御用達の会員制のバーにて、同じくトイレに無理やり押し込められ、そのまま無理やり行為に及んだということです。3件目は真剣佑の後輩の家に女性を無理やり連れ込み、そのまま行為に及んだとのことです。これが本当だとしたら大問題ですが、亡くなった父親の千葉真一さんも反社会的勢力からお金を借りるほど親しく付き合っていたとのことで、金銭トラブルにはこと書かなかったことのことです。これに対し真剣佑のファンは神の道に背きし芸能人滅ぶべし。これに対し新田真剣佑はアンチの炎上を笑わせないでいただきたい、アンチの声など私にとっては子守歌に等しいと発言しているとのことです。ちなみに僕は実写版1作目でギブアップでした。